いつもご覧いただきましてありがとうございます。貿易とネット通販の会社を15年経営しております、株式会社イーコレ代表取締役の一ノ瀬と申します。今日はですね、こちらなんですけれども、新型コロナウイルスのですね、感染拡大防止のためにですね、小中高のですね、公立の学校がですね、3月とですね、あと福岡県の方は4月と5月の中旬ぐらいまでですね、ちょっとお休みだったんですけれども、そのですね、お休みの間ですね、小学校とか義務教育のですね、家庭にあるお子さんをですね、抱えた保護者の方をですね、お休みをさせた時にですね、学校等休業助成金というのがあって、で通常 の年次有給休暇とは別にですね、特別に有給ということで、お給料払ってですね、休んでいただいた分のお給料をですね、国の方がまあ助成しますよというような、制度ができましてですね、でそれで、先日なんですけれども、このですね、助成金のですね、支給決定通知書というのが届きましたので、ちょっとこの辺 の会社情報の方は伏せさせていただいているんですけれども、このですね、助成金支給決定通知書についてですね、お話をさせていただきます。これはですね、ちょうど3月の分ですかね、3月の、学校のお休みの時にですね、当社の従業員さんをですね、お休みをしていただいた時の、申請をですね、4月の8日にしてたわけなんですけれども、その分のですね、支給決定が、最近なされましたということで、このようなですね、封書が届いたわけなんです。で、このですね、高等休業助成金なんですけれども、あくまでもですね、その休んだ本人ではなくて、会社単位でのですね、事業所単位での申請となってまして、大きいところではですね、サイゼリヤさんなどがですね、この助成金についてはですね、もう申請しないということで、若干ですね、ニュースになったりしてたんですけれども、その、支援助成金をですね、申請しない理由というのがですね、多分ですね、2つぐらいあったんじゃないかと思うんですが、一つはですね、もうこの申請書類がですね、作るのもめちゃめんどくさいということでですね、私も1回目の申請の時がですね、厚生労働省さんのですね、ホームページとかですね、書類の記入例を見ながらですね、やっぱりですね、1人分作るのに2時間ぐらいかかったんですね。なんで、サイゼリヤさんクラスになるとですね、もうものすごい数の従業員さんいらっしゃると思うので、お一方お一方にですね、この申請書類を作っていたらとてもやれないということと、あとこのですね、休業助成金というのも認めてしまうと、シフトがですね、回らないんじゃないかというような、ご心配があったんじゃないかと思うんですけれども、そんな感じでですね、私の従業員さんのですね、保護者仲間というかですね、そういった方の中でも、会社がですね、申請してくれないんですみたいな感じで、もう普通のですね、年次休んだ分については普通の年次有給休暇から、で補填されると、自分のですね、持ってた有給が、減ってしまったというような、そういった処理をした会社というのも多くあるようでございました。でこの助成金というのがですね、申請書類がですね、一応動画 の詳細欄にですね、この厚生労働省さんの、該当のページをですページへのリンクを貼っておくつもりなんですけれども、まずですね、申請書が 2種類ありまして、あとなんか確認書とかですね、申し立て書とかですね、あとなんか添付書類がですね、もうわらわらとあって、で結構、作るのが大変ということでですね、やっぱりですね、中小零細の経営者の方とかいるは、こういうね、事務処理が苦手な方とかいらっしゃったりして、もうなんか俺コメントわからんみたいなですね、社長さんとかもいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、そうは言ってもですね、私も、もちろんですね、従業員さんの福利厚生のためというのはあるんですが、会社としてのですね、パフォーマンスというんですかね、会社として、いい格好するためにも、このですね、休業助成金というのは一応ですね、申請された方がいいんじゃないかと、考えております。っていうのがですね、やっぱり自分がですね、スタッフさん側の立場で、子供がいて、
まあ、あの子どもさんの世話とかもあって会社を休んだ時にですね、こういった制度があるのを知りながらですね、まあ、会社がしてくれなかったっていう時にですね、あのいくら普段ですね口でね、なんかあのうちはあの社員を大事にしますみたいなことを言ってたとしても、こういう時にあのちょっとねちょっとぐらい頑張ってあの助成金の申請もしてくれないのかっていうね、なんかそこのなんていうのかな、あの普段なんかそんな感じで従業員を大事にしますみたいなことを言ってても、なんかすっごい口先ばっかりみたいなですね、なんかもうそんなのも信用ならんみたいにね、あの思っちゃって、従業員さんはやっぱりね、あの自分たちが国からですね与えられた権利をですね、会社がまああの握りつぶしたみたいな、もうまさにそんな感じのもやっと感があると思うんですね。なのであのこういう時はもうビシッとね、まあ従業員さんを守るというかね、やってあげた方がいいんじゃないかと思うわけなんです。でむしろですね、このなんかこうもうめんどくさみたいなことを言いながらも、本当にねあの従業員さんの前で四苦八苦しながらですね、この申請書類を書くというと、あなんかもう社長なんか私のためにみたいなね感じで思ってくるんじゃないかと、ちょっとね期待を込めたりしているんですけれども、まあね、あの従業員さんに失望されるとですね、まあ、会社としてはですねなかなか、その信頼をまたですね復活させるのは難しいと思うので、あの会社にとってはね本当にもうこれ面倒くさいばっかりで、もう1円にもならないんですよね。従業員さんにあの有給を上げて休んでもらって、その分ですね年次有給休暇とは別にお給料も払って、その全く同じ金額がただ振り込まれて、もう本当に右から左で、あの面倒くさい書類を作るのは会社だけど、会社にはもう1円もですねあの利益がないというね、ところではあるんですけれども、そこでですねだから面倒くさいから、しないんだっていうのはちょっと短絡的な考えでですね、こういう時こそ従業員さんの見てるところでですね一生懸命申請をしてあげるというのが、私自身は、まあ、経営者として正解ではないかと思っております。で、あのこの制度とですね、まあ、あの並行してというかこの制度があるためになんですけれども、一つですねやっぱりあの、会社側として気になるところなんですけれども、そのこの学校と休業のですね助成金の制度があって、まあ、あの休んだ従業員さんがいて、であのその間もですねあの通常通り、まあ、あのお店とか会社を、まあ、運営してた場合にですね、どうしてもですねその子どもさんがいなくてとか、まあ、子どもさんがもうすでにこの、助成金の対象にならないぐらい大きくて、であの仕事に来てくれてた社員さんたちの、まあ、ケアをどうするかというところなんですけれども、まあね、みんな人間なので、そう言ってね、まあ、国からそうやってあの権利をもらって、であの休んで、なおかつ、まあ、有給とは別にですねちゃんとあの別途あの お給料もですねあの満額というか、一応上限が1万5000円だったですかね、4月以降に関してはあの満額に近いあのお給料をもらってって、で私たちは毎日来てるのに、なんかその人たちだけねこう休めてお金ももらえてなんかずるいみたいなね、やっぱりそういうふうになると思うんですよね。なのであの申請をしなかった会社さんの中には、もしかしたらそうやってあの片方だけ優遇して、こっちのねあの、まあ、ちゃんとこう出社して頑張ってくれてた人には、まあ、余計なしわ寄せがいて、なんかなおかつこう仲がギクシャクするんじゃないかみたいなところもあって、みんな損するというかですね、あのみんなを平等にするために助成金は申請しないということをしてる、まあ、それがあのそれがこう公平だみたいなね、考えで、そうされたところがあるかもしれないんですけれども、まあ、それはそれでですね、まあ、みんなが損するだけなので、まあ、会社としてはどうなんだろうなと思うんですけれども、ただですね、ちゃんとその子どもさんがですね、いなかったりとかして、ちゃんと、まあ、あのその間ですねその休んだ人のしわ寄せもですねかぶりながら頑張った人っていうのは、やっぱりですねもう明確に
逆に優遇してあげないといけなくて、でどこでまあそれをですね埋め合わせというかその頑張りに報いてあげないといけないかというと、やっぱりですね、まあ、会社としてできるのはそこではですねボーナスというかね、もう賞与のところだけだと思うんですね。なんで、まあ、私個人の考えとしてはですね、学校などのその休業助成金で、まあ、お休みをしてもらって、有給別途有給扱いでお給料も払いましたっていう人に関しては、まあ、その人がもうそういったやむを得ない事情ではあったけれども、でも実際にお休みは多かったですよねっていうことでですね、賞与の部分で若干抑えさせてもらうというね対応をして、でそこでこっちのですね学校等休業で休んだ方の抑えた賞与を逆にこっちのですねちゃんと来てた人に余計に払うとかね、そういった対応が必要ではないかと。もう両方の立場に立って両方ケアするっていうねことが、経営側としては大事なんじゃないかと思います。でそのですねそういう措置を取ったということはですね、こっちのずっと働いてくれた人にきちんとまあ説明をしてですね、これこれこうでこっちはもう政府の決めたことでそれをね会社が握りつぶすわけにはいかないと、ただお休みもね多かったし、あなたはこの間すごく頑張ってくれて、それで会社としてはすごくね救われたので、今度の賞与はねその分余計に払いますみたいなね、その金額の代償ではなくて、あなたの頑張りに会社としては報いたいんだ、分かっているんだということをですねきちんと、分かっていただくということがですねよろしいのではないかと思います。でこのですね、学校等休業助成金というのは一応6月30日までなんか申請できるようですので、とりあえずね年次有給休暇ってことで処理させてもらったという方もですね、ちょっとこれからですね、まあ、特別有給という扱いに切り替えて、まあ、こっちの申請をですねきちんと該当する方については出してですね、申請をされても、従業員さんからのですね信頼アップにつながってよろしいのではないかと思います。また、以上です。でまた商品紹介ですとか会社の経営などのお話をさせていただきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録をしていただきまして、次回の配信をお待ちいただければと思います。ご視聴ありがとうございました。